はい、皆さんこんばんは。それではコナンの新しいパートやっていきたいと思います。さあ、それではですね、クリアに必要なためのアイテムですね、全部で6個必要なんですが、現在3つ終わっております。で、今回はですね、4つ目の砂漠の心臓というやつを取りに行きたいと思います。さあ、砂漠の心臓なんですが、これまためんどくさいやつで、スカージー石、スカージ石の破片だかかけらだかを集めなきゃなりません。というのは、今までにボスを1匹倒して、そのアーティファクトじゃない、アーティファクトだっけまあ、あれを手に入れなきゃいけないのではなくて、全部で3箇所ですね。前に通った水路への道にいる、まあ、ボスと言いましょうか、中ボスみたいな敵、そいつと、今来てますけども、海賊の入り江ですね、にいる、前に1回戦ったことあるかもしれないですけど、名前付きの船長ですね、こいつと、あとね、遠いんですけど、私の第二拠点の近くである、この、ガラマンのフンボかな、ここにいる巨大ワニ、この3体を倒して、まだ行ったことないんですけど、ここですね、ここにいる NPC にその3つのアイテムを交換してもらうことによって砂漠の心臓を得ることができるみたいです。なので非常に今回はね、長旅となります。まあ、といっても道中はね、めんどくさいからカットしちゃいますけれども、3箇所に行ってそれぞれアイテムをゲットしてこなければなりません。ちょいちょいめんどくさいですね。まあ、こういうこと知ってれば先にやってたかもしれないですよね。まあ、ある程度はパイオスですね、これ。パイオス。パイオスはすぐ倒しましょう。もはや、伝説級の武器を持ってる私には、この辺の敵は相手ではないので、サクッと敵を全滅していきましょう。確かね、以前、レベル40代の頃に、オベリスクを探すためにここに一回迷い込んだことがありましたね。何があるかよくわかんなかったので、早々に立ち去っちゃいましたけど、今となってはこの辺はただの雑魚ですので、どんどんやってっちゃいましょう。多分そんなに強いやつ、この辺の敵はおそらく、そうですね、40代のレベルの敵なので、恐れることは何もないと思います。こっちじゃないか走ってる走ってる、はいはい、どいて。おお、2発は耐えられないか。これ職人ですからね、これ一撃で残虐ですね、完全に。で、ちなみに私自身がモッドを入れまして、レベル60の上限以上にレベルが上がるようになっております。レベル300まで上げられるようになっているので、まあ、これはオフラインの特権ですよね、なっておりますので、今現在レベル62です。さらに強くなっております。ハゲ取りやないかい、今のじゃないよね。最上階にいる船長さんでしたよね。一応アブネが名前確認していくか。こんにちは。この先にいるやつですね。こんな楽勝だとは思わなかったな。もうちょっとかかるかと思ったんですけど、こんな楽勝なんだ。さて、ドイツかな。違いますね。こいつじゃないね。痛い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 。違うくね、これかな。波橋のヘクルですね。こいつがあった、ありましたね。砕けたスカージ石の破片かな。こいつを持っていきます。何回でも取れるのかどうか分かりませんが、ね、普通のザコだったでしょ
外見も普通だったしね、よくわかんないですけど、これで1個手に入りました。それでは、続きまして、流れ的にこっちかな、水霊の道へ行きましょう。で最後墳墓の方に行ってから行こうかな。遠いですねこれはめんどくさい。それではまた後ほど、水霊の絵の道でお会いしましょう。ワープします。さて、水霊の道へと近づいてきました。これも以前オベリスクを探す旅の時に来ましたけど、毒を飛ばしてくるクマがいる場所ですね。なかなかの命中力っていうか、確かここにもジャイアントスパイダーがいたと思います。ほらオベリスクありますので、サンドリーパーか、珍しいのがいますね。サンドリーパーここにいんのか。はい、オベリスクの前です。もうちょっと行った先だったと思う。水霊の絵の道、うおっ、この辺を拠点にするのはあんまり良くないよね。やたら飛ばしてくる、毒飛ばしてくる雲が多いから、この辺はあんまり。ありましたね、水霊への道です。確か巨大雲その辺にいなかったっけ。すごい。おーいし、じゃあ入っちゃいましょう。いや、今日はクライムは時間かかっちゃうので飛ばしまーす。さて、そしたらん、まだどんどこ行ってんな。ここも一回迷って、あれですよね、奥まで登った結果、なんだっけ、あそこ、どこで降りるんだっけ、あそこまで行った。これクリスタルか、そうそうクリスタルだ。雪原に通じてるんだよね、確かね、雪原に通じてたんです。でこれ多分クリスタルね。どうやって降りたんだっけ。この下の多分前に一回襲われたと思う、そのサンドリーパーみたいなやつが、破片というか、あれを持って、キーアイテムを持ってるはずなんですよ。燃えてる。雲いるな。ちょっと待って。暗いから。弱い。伝説級の武器だったら余裕ですね。かなりの数雲はいたと思いますけど、おお、どこどこしてきた。走れなくなる毒ですね。あ、なんか違うタイプ、この雲タイプは違う、ちょっとでかい。まあでも持ってるものは大体一緒ですからね。イーコールとかキッチン、雲糸いらないね。さて、お目当てのやつはどこだ。タウンしか、すごいいっぱいいるな、雲が。いた、痛くても痛くない。前に襲われたはずなんですよ。あ、いたあいつですね。1体しかいないんですか、間違いないと思います。あのサンドリーパーみたいなやつが、キーアイテムを持ってるはずです。ちょっとでかいな。いや、でかかった。いや、つか強いな
方が強いっすね。伝説級の武器でも時間かかるっぽいね。ただ弱いっすね。強くはないので痛い。ヒーヒー、強くはないと思う。ほとんど後ろ向かないのでかなり弱いと思います。見えないので片手剣にします。弱いですが耐久力はあるみたい。まあ60以下で来るのはちょっときついかもしれないですね。でもほとんど後ろ向けない攻撃力あるのかどうか試したいもんだけど、あんまりこの後の敵が強いかどうか分かんないからね。勝てちょっと待って、ね、傷を与えますのでちょっと待ってください。やっと半分。ちょっと両手剣でも一発ぶち込んでいくか。ゴリ押し可能な武器弱いですねこいつね。かなり弱いと思います。後ろほとんど後ろしか向いてないので。よいしょよいしょよし、いいだろう。よし、早く死ね。はい、早く死ね。よいしょ。多分振り返ることができないぐらい速度が遅い的なんですねこれね。早送りでもいいレベルですね。まあ、勝っていきましょう。場所は、水路への道です。ジャングル方面から来てもいいし、氷山っていうかね、雪山の方から来ても大丈夫だと思います。ただ雪山の方から来るとあれかな。あーでも一緒か。まあ飛び降りたら先なんでね、どっちから来てもいけると思います。終わるかな。ちょっと硬いだけ。 OK。そしたらこいつをこれを剥ぐのか。あ、ありましたね、サンドリーパーのじゃねえや、毒じゃねえや、出ましたね今ちゃんと。はい、壊れたと砕けたですね。片方はどっちだっけ、こっちかな。壊れたってやつが出たのかな。はい、手に入りました。これで、2個目がゲットできました。クリスタルでね、クリスタル、クリスタル。よし、じゃあ帰ります。めんどくせえなここ帰ると。どうやって帰るんだっけな。今のところ登るしかないのか。ちょっとめんどくさいですね。はい、そしてどっちから来たっけ。氷山方面に帰るとあれだから、あれ、あ柱があってあれですね。うわめんどくさこれ変えんの。まあとはいってでも、まあ、こっから登って帰りましょう。暑いで、こっからだいぶ遠回りになりますけれども、どこだっけな、第二拠点があった近くですね。マップでいう中央付近かな。はい、ここですね。このここに、次は向かいたいと思います。現在ここなので結構ありますね。はい、じゃあ頑張って移動したいと思います。この辺じゃなかったかな。あ、もっと向こうか。前に1回だけ入ったことがあるんだけど、ワニがいっぱいいる洞窟です。で、前回倒したかもしれないですけど、巨大ワニが、ターゲットだと思います。セクシーなチャンネルが入ってきますね。ところどころでこういう幽霊がなんかヒントを教えてくれるんだけど、
もうちょっと欲しいよね、ヒントね。さあ、ってことで、はい、マップでいうここですね。なんだっけ、ガラマンの墳墓だかなんか、そんな感じの名前のところです。確か硫黄かなんかが取れたかもしれないですね。これ硫黄じゃなかったっけ。硫黄硫黄よかったらね、硫黄とか、ここにあっても硫黄取れますけど。外のワニより1ランク上ですね。なことねえな。普通のワニですね。普通のワニニーワーです。これはなんだ、光る何かか、光る何かでしたね。ほんとそのままの名前ですね。ワニ系とか巨大ボス系は、その、弓矢がね、どうしてもダメだったら、弓矢で遠距離から攻撃しまくればいいと思います。あ、いました、いました、いました。やっぱ巨大ワニですね。めんどくせえなぁ。またあいつやんのか。前回からレベルは2上がったけど。巨大ワニと、その前に周りのザクを全部狩らないと少し面倒くさいことになりますね。巨大ニーワを、おいおい、いいっすね、かっこいいっすね、あいつ光ってて。来ちゃった来ちゃった来ちゃった。明らかにサイズが違う。はいはいはい、おい、まあまあまあ、でも、あ、あれ弱い。ワールドボスのワニとは違う弱さですね。あ、これはザコですわ、ザコですわ、これ。外にいるあの巨大ワニとは違うみたいですね。はい、揃いました。これで3つのストーンが揃った。これなんかあんのかな。もしもーし、なんもねえな。まあ、異様があるだけか。これあれだね、この目的が分からず、この巨大ワニがいたらびっくりしちゃうよね、ここ入った時に。ワニだーって。で、ドキドキして倒しても、なんで、なんだか意味の分かんないアイテムしか手に入らないから、がっかりしちゃうよね。はい、というわけで、これで3つの石が揃ったということですね。このレベルだったら楽勝でしたね。まあ、もっと先に来てもよかったかもしれないね。さっきのあれがちょっと強かった。強かったというか、まあ、耐久力多かっただけで。一番最初、また行くわ。一番最初に来てもいいレベルの弱さでしたな。そしたら今度は、あ、ここですね。ちょっと動画的にあんまり、短くなっちゃうかもしれないので、久しぶりに走りますか。走るシーンでもお見せしましょうか。今考えれば、この辺はね、初期の頃この辺走ってましたけど、あの頃は裸でしたね、私も。裸で走ってて、石の剣とか振り回してましたよね。懐かしい。何もかもが懐かしい。あー、向こうか。ただね、向こうは敵が強いんですよね。前にこの、なんだっけな、レベルアップするためにさ、名所巡りをしたんですよ。こういうところの名所を巡って、その、発見すると経験値が入るので、名所巡りをしてるときに、実はあそこに行こうとしたんですよ、一回。ただ、あそこに行くところの敵がえれ強かったんですよね。ここですね。ここらにいる敵が強くて断念したんですけど、今ならいけっかな。あ、多分レベル50ぐらいの時だったかな。はい、それではで、ね、到着いたしました。ちょうどね、マップ上の言えば右下の方でございます。
ただちょっとここ敵が強いんで注意が必要です。こいつがめっちゃ強いんですよ。レベル60でもこの普通に一発食らってみれば分かるけど、ほらこの防御力でもこれだけもらうので、普通にあのナイトグローブにいたボスと同じぐらいの強さです。こいつらがですね、実はこれすげえいっぱいいて、ここはいいんだけど、むやみに救うと3体4体に囲まれてボコボコにされます。でここは一応だからちゃんとした装備と、一匹一匹確実に倒すようにしないとここで詰む可能性あります。よいしょ、このサンドビーストっていうんだけど、こいつだけやたら強いんですよね。なんかバージョンアップかなんかで強くなったらしいんですよ。だ以前にここの向こうにあるね建物の方に用があるっていうかな、見に行きたかったんで行こうとしてた時にね、サンドビーストにもいっぱいいるんだけど襲われて、敗走したことがある。気をつけなきゃね、裏にいたりするから確認していないね。2体に囲まれると結構きついですね。だからあえて避けていった方がいいのかな。わざわざやり合う必要はないと思う。1匹しかいないか。あそこに1匹いるな。あーもうこれ2匹いるな。結構きついなこれ。1匹ずつやってった方がいいね。お前邪魔だ。来た。ほい、回転攻撃の威力が高い。ほい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 、よし、ワンコンボ開いた。痛い、背中が引っかかれた。痛いんだな。なんかあれですね、あのなんだっけ、あれなんだっけ、思い出せない。ガラムマサラじゃなくてなんだっけ。ガラムマサラ。ガラムマサラってなんだよな。あ、痛い痛い痛い。もう忘れてても、最近モンハン やってないから忘れてた。誰が来るかじゃなくて、ラネガクルガにも似てるな、確かに。ティガレックスのような動きですね。ティガレックスのようなこの回転攻撃。水筒で水を回復しとこう。This temple serves as the home of the Scourge Stone, Bonded One.そう、ここがスカージ石っていう、その今から手に入れようとする砂漠の心臓になるようなものですね。取りに行きたいと思います。2体いるな。避けて通るか。さあ避けて通ってみましたけど、ダサいけど避けてみました。さあここ来たか。いいや、一体ずつならよし。ほいほいほい、ガッ、おーいしょ、間に合った。 ここ狙える、ワンコも狙える。よし、痛い、ギリガード、ワンコも狙えるか。おう、もらったか。こういう時片手剣強いね、やっぱり。もらった。ここ狙える、フルコンボ入れられる。よし、あと5位。ゆうひゅう、あと1匹いけるけど、まあいいでしょう。では目的の品を取りに行きましょう。
どこにいるんだろう、その交換してくれるやつがいるらしいんですよ。3つの石で、私が求めている砂漠の心臓かな、スカージ石ってやつなのかなと交換してくれる NPC がいるらしいんですけど、あそこに誰か立ってるね。あそことか行ってみようか。光ってるのはこっちだけど、いや、いいんだな。あそこに誰か立ってる。こんにちは。さ、砂嵐狂いのペトルーソ。すごいいいふんどしですね。これがペトルーソさんです。A mad fool went wandering in a sandstorm. Eventually, a man happened along and said, "You mad fool, what are you doing in this sandstorm?" The mad fool replied, "Your turn to talk, fool." なんか冗談の面白い人ですね。ということで、これ購入ですね。3つの石を手に入れたので、砂漠の心、心臓じゃない、心臓、あ。心臓じゃなくて心か。あれ、ネットだと心臓だったんだけど、まあいいや。砂漠の心ですね。スカージ石を購入します。やったね。ポアフォー、 I don't expect them to survive long. そう言われてもね。さあ、これで、アイテムがどれだ。これですね。砂漠の心、心臓じゃなくて心でしたね。こいつを持って、これで4つ目のアイテムが手に入りました。で、残るは2つ。火山の中心にいるものっていうやつを倒して、リザードマンだったかな、倒して、トランペットみたいな名前のアイテムですね。あと闘技場ですね。砂漠の大穴の下に潜むと言われる、アンデッドドラゴンですね。そいつを倒して、勇者の証かなを手に入れれば、6個のアイテムが揃います。それをある場所で合成することによって、いよいよ痛い、要石ですかね、いよいよ腕輪を外すためのアイテムが作れるようになります。そうするとコナンですね。あ、で、どこ見てんの。いよいよコナンも冒険が終了となります。長い戦いでしたね。さあ、エンディングに向けて、おそらくあと2回ないし3回で、最終回となるんではないかと思います。一応それ以上続けるかどうかに関してはまた別個決めるとしまして、一応ストーリーとしてはそれでおしまいという形になりますね。長々とやってきましたけどね。そろそろ終わりが見えてまいりました。なんでございます。できればね、正解校をもっと集めて、金スカージの鎧を着たかったんですけど、いかんせんそんな時間かけてもそれしか手に入らないんだとね、更新がいつになっちゃうか分かんなくなっちゃうので、極力頑張ってみたいとは思いますが、この装備のままいくかもしれないです。というわけで今回はですね、カットだらけになってしまったかもしれないんですが、ここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。最後におまけです。うちの近く、拠点の近くにですね、巨大サイがいたんで、ちょっかい出したら意外に強くて、逃げてきたらですね、うちの拠点でハマってしまいました。変なとこでハマっちゃいました、あいつで。うちの子たちが今一生懸命弓矢打ってるんですけど、ほとんど効いてないです。なので、あいつをやるのはですね、どうすればいいかね。あの子動けなくなっちゃったみたいですね、あそこで。妙な光景になっております。こっち来そうだね。弓外しまくってんだよな。うちの子弓外しまくってるし、どうしましょうかこれ。戦ってもらえないかな、周りのみんな。おお、戦ってくれてる、戦ってくれてる、おお、戦ってる。いい
いいねいいね、俺も加勢するぞ、俺も加勢するぞ。あ、味方がやられたら、こっち来た。